ロシアのシベリアにある極東サファリパークでは、希少なアムールトラが飼育されています。ある日、餌として敷地内に1頭の黒ヤギが放置された。ここでは週に2度ほど生きたまま動物を放ち、捕食させることを習慣としています。ウサギとヤギが大好物だというアムールトラの前で、黒ヤギも美味しいご飯となるかと思ったが、なんだか大親友になりました。仲良くお散歩したり、一緒に座ってくつろいだり、同じベッドで眠ったりしてから、飼育員たちが驚きました。トラとヤギの物語が始まったのは2015年です。普通の黒ヤギを敷地内に入れた時、通常ならば逃げ回るものの、この黒ヤギは全く動じなかった。この行為でトラも黒ヤギを餌として認識しなくなったのかもしれない。あるいはただの気まぐれだったのかもしれない。この黒ヤギにはロシアに古くからある児童書に出てくる勇敢な少年の名前ティムールという名が付けられた。大胆にもティムールは敷地内に放たれてから4日目の夜、快適な虎の寝床を占拠してしまい、そこで眠った。虎はそれを許容したかのように屋根の上にいたそうです。虎はティムールを襲う様子は全くない。毎日仲良くじゃれ合いながら敷地内を走り回ったり、一緒にくつろいでいるそうです。やがて虎がヤギに狩りを教えるほどの仲に進展しました。ティムールは虎が行くところに必ずついていき、もしティムールが視界から消えると虎は心配し、必死に彼を探そうとする。アムールトラはロシア極東などに生息するトラで、現存する8つのトラの亜種で大型の体躯を持ち、ネコ科の中でも最大の亜種である。オスの個体では全長3メートル、350キログラムを超えた例も報告されています。ティムールは現在、飼育員さんが干し草、小麦、飼料や水などを与えています。トラはティムールが餌を食べている無防備な間も襲う様子はなく、自分の餌が運ばれるとそれを食べます。アムールトラと黒ヤギのティムールの奇妙な友情が報じられた知られた当時、これはトラの単なる気まぐれで、一週間もすればまた気が変わって、生き餌にありつくだろうというのが大方の見方だったが、5週間が経った今でも、その友情は壊れていない。2匹はいつも一緒にじゃれ合ったり、時に寝床を共にし、かくれんぼで遊んだり、楽しそうに頭つきをくわらしたり遊びながら一緒に暮らし、たまには仲良く喧嘩したりもするが、2頭が友情で結ばれた相棒同士であることは変わらない。トラやヒョウの研究者でもある園長は、2頭のニュースが世界中で報じられた際に、この奇妙な友情は奇跡とも呼べるものだ。人間同士ももっと親切にしなければならないという点からのお告げだろうと語っていた。パーク側は、2頭を見に来る客から得た入場料も含め、観光客用の土産にと2頭がプリントされたカップやキーホルダーなどの商品販売で、多大な収益を上げることに成功した。2頭はパーク側にとって大きな資金源となった。彼らの友情のおかげでサファリパークの来園者が3倍に増加するという嬉しい効果もあった。パークはライブストリーム配信するために、16台のカメラを設置すると発表しています。生き餌のはずだったティムールと友情を育んだアムールであるが、狩猟本能を完全に失っているわけではない。彼には現在でも2週に1度は生き餌が与えられています。ただし、ティムールに敬意を払い、生き餌はウサギに限られることになったそうだ。しかし、残念なことに、11月8日、サファリパーク園長によりティムールの死亡を発表し、死因は自然死であると告げました。ティムールの死はファンに大きなショックを与えたようです。ネット上では、この訃報を知った2頭のファンから、勇敢なティムール、あなたは永遠に私たちの心に生き続けるなどといった多くの追悼の声が寄せられた。一方、アムールはサファリパーク内で今も元気にしています。ティムールの遺灰はパーク敷地内に設置された墓に埋葬され、スタッフらはティムールの銅像をそこに建てる計画を明らかにしています。同じ人間同士でも争いが多い世の中で、種族を超えた友情は本当に素晴らしいです。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。